人気グループトラビスジャパン p の松田元太が29日放送のフジテレビ系バラエティ「キスマイ町部イク。毎週木曜深0時35分関東ローカルに出演する。キスマイフット2がお題に従って自ら出演し演出を行ってきたキスマイが主演脚本シリーズ第8弾に初参戦。警察の恋。 をテーマにした4週連続放送の最終夜にミツルを辞して登場する画像ストーンズとキスマイフット2のボイス付きスタンプスタジオには大久保佳代子フワちゃんリコが参加キスマイとマと松田が考案したドラマをゲストと一般審査員らが評価する僕が知っている「キスマイ超ブサイク」という番組はキュンキュンしたり熱くなるというか それが愛なのか恋なのかを番組で知るというイメージ。という松田は、僕は完全にそれを皆様に店にお邪魔しに来ました。と自信を見せる。トップバッターを飾ったのは、二階堂隆。いよいよ今夜結構だな、と意味深な発言が刑務所の医務室で囁かれる。二階堂は、わかりやすい上下縞模様の、囚人服、姿で、医師である舞子、番組の恋人役、と共に、 脱獄を企てる会話が展開されていく。お前の協力がないと、と口にする二階堂に戸惑う舞子。そして、満月のある日、脱獄計画が動き出す。果たして、二階堂は舞子の協力を得ることができるのか。スタジオ一同が、ぷ、と思わず、一斉に吹いた意外なラストが待ち受ける。作品の審査点に関して、フワちゃんの 点数は何でもよかった。その辺にあるボタンを押しました、と口にした二階堂の演出とは。そして、松田の VTR では、目を離すなよ、と先輩と共に犯人を監視する新米刑事の松田がスーツ姿で登場。しかし、張り込みのカフェでオーダーを取りに来た店員女性のミスでハプニングが訪れる。その時に登場するとある、アイテム、がストーリー展開の鍵となる。 やっぱりそうか、という松田の一言で、回想シーンへ。現実では、松田は追っていた犯人の犯行現場を目撃し、一気にクライマックスへと拍車をかけていく。ゲストのフワちゃんも思わず、なんか完璧。と口にした美しい結末を迎え、スタジオでは、珍しくスタッフからの鳴りやまない拍手が巻き起こった、松田渾身のドラマとは。収録を終えた松田は、 いつも番組を拝見していたので、スタジオでキスマイの皆さんと横に並んでおられただけで幸せでした。自分の演出には結構自信があります。撮影の時も100%思いを込めて全てぶつけました。ぜひ楽しんでみてください。と胸を張って呼びかけている。